みんな、おはよう。彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星です。すいちゃんは今日も可愛い。おはようみんな。それじゃあ今日は、久しぶりに23時から配信ということで、睡眠導入配信をしていこうと思います。寝れそうみんな。この前キアラと打ち合わせをしたんですよ。スイちゃんがくしゃみをしたの。拍手っつって、そしたらキアラに Oh, bless you って言われたのね。そういえばそんな文化あったなと思って。日本でもくしゃみしたら助かるっていう文化あるで。それオタクの間だけな。それは日本の文化、まあ日本の文化か。なんかお姉ちゃんに Bless you って言われたんだっていう話をしたら、お姉ちゃんは Bless you の文化を知らなかったらしくて、お姉ちゃんにその話をしたら、あ、お母さんもねくしゃみするときにね、あのワシントンって言うから、それと同じことかなって言ってて、うん、多分全然違うと思うっていう話をした。二人で爆笑してました。特に面白くはないんですけど。ダブルサイコです。ダブサイ、ダブサイ、ダブルサイコパス、ダブサイ。アイテムちょっと何するんですか。ダブサイ使うの。ダブサイだ。ミコチエリートだね。ダブルサイコパスどう使うんですか。ダブルサイコパス、まだだよ。これはあのね、ご飯をあげなきゃいけないですね。ご飯をあげないといけない。そう、家畜じゃねえかもう。ミコチどこ行ったの。ミコ今うちで無限に働かせている村人どもから人参を取り上げようと思う。怖いよマインクラフトってこんなに闇がかかったなんて知らなかった。ここでね、こっからね、ちょこの穴から我々を見よう。で、こっから、はい、あのまずきっかけとなるパンを振らせますじゃ今から。きっかけになるパン、そう、こ食べな。めっちゃご飯求めてる。くれくれってなんか上からフラッシュは。ちょっと待ってな、みんなな。上からパンの雨が、お腹がいっぱいになれば、うん、自然とつながる。どういう意味ですか。子供取り上げよう。最悪。はい、じゃあアピールしろ、ガキ、ガキに。どうやってどうやってアピールするの。こっち楽しいよ。こっち楽しいよ。こっちだよ。おいでー、こっちだよ。パパもママもいずれ来るからね。いずれこっちに来るからね。大丈夫だよ。ほら安心して。おいで。ほら、おいで。お菓子があるよ、こっちに。お菓子が、美味しいお菓子があるよ。ほーら、おいで。ほらほらほら。おいでー、こっちだよー。お前とか優しくしてあげるからね。おいでー。あげるよー。